いつものように完璧なテレポートを見せましょう。今回もパーフェクト。なになに？君もエッグフットに興味があるの？うん、興味はあるよ。エッグフットってこんなにふわふわでとっても可愛いんだもん。ほらほら、ちょっと触ってみて。本当だ、ふわふわで可愛い。ずいぶん人懐っこいんだね。うん、それがこの子たちの可愛いところなの。他にも走るのが早かったり、いいところがいっぱいあるんだよ。実は同盟軍の仲間になってくれる人を探してるんだ。戦うだけじゃない、俺たちの町を盛り立ててくれる人。え、それじゃあエッグフットのレース場なんてどうかな。いいよね、いいよね。あ、でもエッグフットがたくさんいないとレースはできないからな。どうすればいい？そうですね、まずはエッグフットの卵を5個持ってきてください。グレードは普通で大丈夫ですよ。普通の卵5個です。よし、わかった。はい、お願いします。絶対に立派なエッグフットに育てて、すっごいレースをさせてみせるから。もう少しですね。エッグフットの卵を5個お願いします。グレードは普通で、普通の卵5個ですよ。いつものように完璧なテレポートを見せましょう。今回もパーフェクト。いらっしゃい。行きたいんです。失敗は今までありません。安心していいです。今回もパーフェクト。エッグフットの卵、
集めてくれました？ああ、それなら。あ、すごい。これならレース場ができるよ。私ね、自分のエッグフットレース場を作るのが夢だったんだ。エッグフットもお客さんもみんな楽しめる夢みたいなレース場。そんなレース場を作らせてもらえるなんてすっごく嬉しいよ。私はパキア。これからよろしくね。おっと、今ノアの手からパキアの手とエッグフットの卵が手渡されました。これは新たなる友情の始まり。いな、伝説の始まりなのです。ここからエッグフットレースの歴史はまた新たなる一歩を踏み出したと言っていいでしょう。うん？マンディさん。おっと、申し遅れました。私、エッグフットレース実況のマンディと申します。パキアとノアという2人の歴史的な出会い、そしてエッグフットレースの大いなる一歩に思わず実況せざるを得ませんでした。マンディさんはね、すっごい実況さんなんだよ。マンディさんがいたらレースが盛り上がること間違いなしなんだから。エッグフットレース場を作る上でぜひ私もお力添えをさせていただきたい。レース場を作るのはパキアと私の長年の夢でしたからな。いいよ、これからよろしく。よし、ここで固い握手を交わした。今ここに私マンディもノアの仲間となったことを宣言いたします。それじゃあ町へ行きましょうか。さあ、新たな旅立ちが始まりました。パキア選手、その胸に夢を抱きながら新天地へと歩み始めました。私のテレポートの技を信じなさい。はい、到着です。ねえねえ、むむ、何を立てましょうか。
ちゃんも喜んでるよ。あら、ご用はおしまいで？何か用か？無事に戻ってくるんだぞ。好きなところに飛ばしますよ。レポートミスはないのに。各エッグフット、準備は万端のようです。一斉にスタートです。最初に飛び出したのは3番。2番、順位を上げたぞ。トップを行くのは2番。トップを守りきれるか。障害物が見えてきたぞ。おっと、まずいよ。これを見ていた兄さん。いいよ、いいよ。4番が先頭を走ります。先頭エッグフット、スタミナ切れか。トップを行くのは4番。障害物が見えてきたぞ。激突、大丈夫なのか。いいよいいよ。トップを行くのは4番。ゴールが見えてきましたよ。現在のトップは1番です。果たしてトップは誰でしょう。負けちゃったよ。ここから抜け出るのは誰だ。4番抜きました。やった、すごいね。
また来てね。